皆さんこんにちは、ワダルクルビーチです。では今回は、新ギレンデボー、ベリーハードチャレンジ、ランバラル編、続きをプレイしていきたいと思います。が、一つだけご報告ありまして、まずですね、前回、なんとかホワイトベース隊を撃破したんですけども、その後、レズンもやられてしまい、ムサカも沈み、なかなかこのまま継続して攻略するのが難しい状況になってしまいましたので、あの後やり直しを行わせていただいて、まずハマーン様をですね、禁じてキュベレーに乗ってもらいました。案外だと少しね、ベリーハードの前ではハマーン様であってもきつい、厳しい、辛いというのがあったので、キュベレーに乗り換えてもらっています。その他特に大きな変更はないです。これでね、頑張って、続きをプレイしていきましょう。まずはマドラス基地、牽制しつつ攻撃できるようであれば攻撃をしていきたいと思います。ギャロップはここですね。この後、できればね、ランバラルなんかはガンダムに乗ってもらいたいなというふうに思いますので、まあそのように差配をしていきたいと思います。ランバラル中佐、ドズル閣下からの指令書をお送りします。はい。地上軍支援任務が新しく与えられています。オデサ鉱山基地に対して攻撃準備を整えているとの情報。キシリア・キカド基地であるものの、ジョン軍全体のことを考えれば放っておくわけにはいかないということですね。アンチ・オデッサ作戦を発動していきたいと思います。マクベ様はああいうお方です。お気をつけください。考えすぎだ、ハモン。だが、お前の忠告に従った方が良いかもしれんな。信頼していただけて嬉しいです。キシリア様から話は聞いた。地上に残り協力してくれるそうだな。ドズル閣下からの勅命だ。独立部隊としてだが、ジオンのために戦わせてもらう。分かった。それでも機関らのような勇士が地上にいてくれるのはありがたい。木馬討伐では協力していただいた。その恩を返させてもらおう。こちらこそ、ジオンのためなら協力は惜しまないつもりだ。よろしく頼みますよ。独立部隊設立です。コマンドが増加してますね。これで妖精改造などができるようになっていると思います。編入も行って優秀なパイロットを何人かはね、取り入れていきましょう。ではまず妖精から、モビルスーツ、あとは、まずは航空戦力かな、ガウをちょっと欲しいですよね。ガウ3機、あとはモビルスーツ、そうだな、ドムなんかが欲しいんですが、まだドムはもらえないかな。トロピカルドム、あとはプロトタイプドム、このあたりが完成しているようなので、まあ、時期にドムも養成できるようになりそうですね。そしたら、このあたりはドムが来るまで発言力は残しておきましょう。ランバラル中佐、ドズル閣下からの指令書をお送りします。さて、新たな指令書ですね。オデッサに連邦軍が攻撃を仕掛けてくる気配があるというところはありますが、並行して地上の制圧作戦が指令として届いています。予定通り、マドラス基地にまずは向かいましょう。了解したと、ドズル中将にお伝えしてくれ。すぐに作戦を開始する。ではですね、今、ランバラル隊強化している、まさにその最中ではあるんですけども、マドラス基地の攻略始めていきたいと思います。ハマーン、これを侵入させていきます。ライルも入りましょう。で、高速でガウ攻撃空母を送り込んでいけたら、まあいいかな、というところですかね。で、今、陣容は強化中ではあるんですけども、その内容についてはですね、まあ、まずは、ここにいるニメバス、彼にね、参加してもらおうと思っています。あとはランバラルとは旧知の中でもある
プロイ3連星、ガイア、オルテガ、マッシュ、この3人。あとは、騎士道精神という意味では、ニブバスと同じく、ガトー、ケリー・レズナー、カリウス、この3人を編入して、ランバラル隊という形で強化を図っていこうと思っています。まあ、あまりね、引き抜きすぎると、他の戦線に影響が出てきてしまうので、パイロットの編入強化という意味では、今ご紹介した7人に留めたいかなと思います。ニムバス、黒い3連星の、ガイア、オルテガ、マッシュ、そして、ガトーと、そのガトーと親交のある、ケリー・レズナー、カリウス、合計7人を新しくランバラール隊として迎えていきたいと思います。では、マドラス基地攻略戦ですね。まあ、ハマーンに頼った戦い方をせざるを得ないところはあるんですけども、それ以外の有力な戦力としてはですね、ギラドーガ。さらに、このライルド、ムサカといいますので、彼らをうまく使ってですね、少数にはなりますが、このマドラス基地の攻略を完了していきたいというふうな狙いです。はい。ではですね、ランバラルもマドラス基地侵入果たしましたので、ここから本格的な進行戦を開始していきましょう。ガンダムにはですね、今回はガルマに乗ってもらいました。まだね、ガルマレベル3、能力的にもまだまだ、全然というところあるんですけども、ガルマの伸びしろは凄まじいものがありますので、まあ、その伸びしろにまずは期待したいなというところですね。ハマーンもいるので、まあ、盤石の体制にはなっているかなと思います。ここはキュベレイ、ガルマ、ランバラル隊がジムコマンドに挑みますね。まあ、十分撃破できるかなとは思います。まあ、キュベレイも強いですし、ガルマもね、成長途上とはいえ、なんといってもガンダムに乗ってもらってますからね。ランバラルは撃破されるとゲームオーバーになるので、一応後方に待機してもらっています。はい。マドラス基地は、まあ、やっぱりハマーンがキュベレーに乗ったことによってだいぶ楽に制圧できましたね。残っているモビルスーツ相当して、マドラス基地の攻略完了しておきたいと思います。はい。では、今回はマドラス基地取れましたので、一旦ここまでにさせていただきたいと思います。次回はオデッサ作戦がいよいよ発動されてくると思いますので、マドラスを攻略したランバラル隊は一度オデッサに戻ってですね、オデッサ作戦に備えたいと思います。で現在、部隊、ランバラル隊ですね、これ強化中になります。先ほどご紹介した通りですね、まずは、騎士ニムバス、黒い三連星、ガイア・オルテガ・マッシュ、さらに、ガトー、レズナー、カリウス、この7名を新しくランバラル隊として今、このオデッサにね、集結させようとしていますので、集結したら、また改めてご紹介をしていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回、おそらくオデッサ作戦になると思いますが、続きをプレイしていきたいと思います。